ベニー・グッドマンの楽団で歌うペギー・リー。ペギー・リーは、アメリカ合衆国の歌手、女優。本名ノーマデロリス・エグストローム。ソフトクールな歌声で知られた。ノーマデロリス・エグストロームは、ノース・ダコタ州、ジェームズ・タウンに、7人兄弟の末っ子として生まれる。母親が亡くなった後、父親が再婚し、ママ母は彼女に非常に辛く当たった。彼女の慰めとなっていたのが、 ラジオから流れる音楽であった。彼女が最初に歌手として本格的に歌ったのは、ノースダコタ州バレーシティのコーブックラジオにおいてであった。彼女はすぐに自分自身のラジオ番組を得ることができた。この番組のスポンサーは、地元のレストランで給与として料理を提供してくれていた。高校時代及びその後において、ノーマは目についた仕事全てを行った。 ウェイトレスをしたり、別の地元ラジオ局でわずかな給料で歌ったりもしていたのである。ノースダコタ州で最も広く聞かれているラジオ局であるハーゴのホデに所属するラジオパーソナリティであったケン・ケネディの提案により、ノーマはペギー・リーと名乗ることとなった。ママ・母の虐待に耐えかねた彼女は17歳で家を出てロサンゼルスへ移った。その後ペギーは 返答的質手術のためノースダコタへ戻り、その滞在中にベニー・グッドマンが拠点としているシカゴのアンバサダーホテルにあるナイトクラブ、バッテリールームにおける演奏会への出演者として呼ばれた。このことがきっかけで彼女は1941年にグッドマンの楽団に参加して2年間務めた。この時期が同楽団の最も名の知られた時期であると言われている。 1942年初頭、ペギーは初めてのチャート1位となるヒットソング、誰かが邪魔したを発表。続けて、翌1943年には、ホワイトンチュール・ライトをリリース。この曲は100万枚以上の売り上げを記録し、彼女の名を知らしめた。1943年に放映された2つの映画、ステージドア・キャンティーンとザ・パワーズ・ガールでは、ペギーは、 グッドマンと共に歌っている。1943年3月、ペギーは、グッドマン楽団のギタリストであった、デーブ・バーバーと結婚する。その後、二人は楽団を脱退。デーブが、スタジオで働き、ペギーは、音楽活動を休止して、娘2期の養育に専念していた。しかし彼女は1944年には、創設間もないキャビトルレコード所属として作曲を呼び、 収録に復帰した。このレーベルで彼女は数多くのヒット曲を発表した。例えば、I don't know enough, about you や It's a good day などが挙げられる。1948年のレコード年間売り上げ1位となるスマッシュヒットを記録したマニアーナのリリースにより、彼女の引退生活は完全に終わりを告げた。1948年、ペギーは ペリー・コモや、ジョー・スタッフォードと共に、NBC のラジオ音楽番組、チェスタ・フィールド・サッパー・クラブの司会者となる。ペギーは1951年にデーブと離婚。1950年代前半に数年間、キャピトルレコードを離れるが、1957年に、復帰する。彼女は、リトル・ウィリー・ジョンのヒットソング、フィーバーや、ジェリー・リーバーマイク・ストーラーの、 Is That All There Is のカバーバージョンが最もよく知られている。彼女のキャピトルレコードレーベルとの関係はほぼ30年間に及んだ。一方、デッカレコードと契約していた期間は短いものの、この間に最も評判の高かったアルバムブラックコーヒーをリリースするなど、それは芸術的に豊かな時期であった。デッカレコードとの契約中にペギーはラバーや ミスターワンダフルなどのヒットソングをリリースした。ペギーリーはまた、ソングライターとしても知られ、ディズニー映画、ワンワン物語で使用された曲などのヒットソングを作曲している。彼女の作曲業における共同作業者は、夫デイブ・バーバーのほかローリンド・アルメーダ、ハロルド・アーレン、ソニー・バーク、サイ・コールマン、ジーン・ディノビ、デューク・エディントン、デイブ・グルーシン、リック・ハザード、 クイン・シー・ジョーンズ、フランシス・レイ、ジャック・マーシャル、ジョニー・マンデル、マリアン・マクパート・ランド、ウィラード・ロビンソン、ラ・ロシフリン、ヒュービー・ホイーラー及びビクター・ヤングなどである。若者たちがロックンロールに傾倒し始めた時期、彼女はキャピトルの大黒柱とも言えるアーティストの一人であった。1五十七年から、このレーベルでの最後の作品をリリースした1七十二年まで、 彼女はごく普通に年に2、3本のアルバムを発表し続けた。ペギーはまた数作の映画において女優として演技している。1952年、彼女はかつてアルジョルソンが主演した映画ジャズシンガーのリメイク作、ジャズシンガーでダニー・トーマスの相方を演じた。1955年には、 皆殺しのトランペットで意気承したアルコール中毒のブルース歌手を演じ、この作品でアカデミー賞にノミネートされた。ペギーはグラミー賞に12回ノミネートされ、1969年のヒット曲 Is That All There Is で最優秀女性ポップボーカル賞を受賞した。1995年にはグラミー生涯成績賞を授与されている。 ペギーは1990年代も活動を続けた。やがて体調の悪化に伴い芸能活動を引退。数年間の闘病生活の後、2002年1月21日に糖尿病と心臓発作の合併症により81歳で死去した。彼女はカリフォルニア州ロサンゼルス市、ウェストウッド地区にあるウェストウッドメモリアルパークに埋葬されている。EN ペギーリーンアルバム賞参照。ありがとうございます。